レーさんじゃない皆さんこんばんは。反応がないな。こんばんは。すごい、こんなにたくさんの人に聞いてもらうような話ができるかと思います。随分たくさんの方がさっきからずっと座って待ってらっしゃったということで、さすがに人気がすごいと、すいません、ね、長さにいいんですよ ね、 そうですね。こんなことできない。手を叩いてよろしくお願いします。じゃあこのセッションはですね、テーマトークということで、お話ししますけれども、皆さんはもともと写真家であり映画監督であるというふうになっているわけですが、今回は実はこれインスタレーションですよね。これはそうなんですよ ね、 ね、なんか理解表現、本当に最後の最後に気づいたんですけど、写真がないということに気づき、じゃあもう写真にとらわれてないってことですか。それが結構自分でも衝撃で、全然写真をほとんど使ってなかったと思って、でもここのところ実は立て続けに、あんまり私のことをご存知じゃないおじさん3人ぐらいに、蜷川さんって写真撮るんですかって言われたんですよね。だからなんか、そう、何かビジュアルをやってるっていうのは多分分かってくださってるんですけど、写真家だっていうことが意外と知られてないっていうことにすごく驚いたんですけれども、でもまあ確かにこうやって見るとですね、ここで初めて私のことを知った方は写真家だとはきっと思わないと思う。そうですよね。私が知ってるのはね、昔写真新世紀っていうコンクールがあったり、ガーディアンガーデンとかいろんなこうね、登竜門があったんですよ、写真家の。その時にどんどん出てきて、私の審査さ、大学生の時に結構そういう公募展にいっぱい出してたんですけれども、その時の審査員も何度かいらっしゃいましたもんね。そうですね。私がこう学生の時出してた写真見たでしょ。はい。だからね、その時からものすごく色が特徴があったんですよね。そうですね。なんか私絵を描いてたんですけど、その時から同じ色だったし、で一番最初はモノクロだけ撮ってたんですよ。5、6年モノクロだけだったんですけど、カラーに変えた瞬間から、まあ、こんな色味だったんですよね。私はね、なんでこんな色が出るんですかって聞いたことがあるんですよ、うん、そしたら今は亡きアグファ、あ、そうです、アグファのウルトラ50っていうフィルムがあって、当時それをすごく使ってたんですけど、それはこうなんか鮮やかなものがさらに鮮やかになるフィルムだったんですね。ちょっとどぎつくなるくらいのね。そうだけど、ヨーロッパの秋なんか撮るとすごく綺麗に出るフィルムですよね。すっごい変な癖があってね、面白いフィルムだったんですけど、一番最初になくなっちゃいましたね。やっぱりなくなっちゃって今どうしてるんですか。今はデジタルなのであれですけど、でもそんなに、まあ、でもこれ見ていただくと一番わかると思うんですけど、要するにこういうものを撮るってるんですよ。だからあんまり色味って後で変えてないんですよね。多分今日皆さん携帯で撮っていただくとすごくそういう風になると思うんですけど、自分でセット組むときはもうこういう色合わせのものを作っておいて撮るし、逆にお花とかはもう自然界に意外とそういう色味があるんですよね。でも自然界にこれだけの色がね、立て続けにつながって並ぶってことはないですよね、うん、こんなに並んでることはないですね。でもなんか大体こう写真の並びで補色の並びにしてたりすることによってこういう印象になってる。これどうなんですか、その映像、写真じゃなくてね、映画の方のセットと考えられますか。そうですね、だから映画のセットにすごい近いし、映画のセットをやってくれてるチームと一緒に今回作ったので、映画の時のセットに近いかも。そのフィルターセッターとか、フィルターセッターすごかったですね。サクランもどっちもほとんどセットなんで、ちょっと聞いてみましょう。フィルターセッターっていう映画見たことあるのか、手挙げてみてください。あ、すごい、やっぱりファンの方ですね。嬉しい。どういうところが好きなんですか、皆さんね、色ですかね、ストーリーですかね。なんでしょうね。今日のね、東京道中、はい、パフォーマンスをやっていただきましたけども、はい、これよりも前に一度メディアアンビション東京っていうイベントの中で花魁道中やってますよね、はい、あれとのつながりってどういうか、それをやろうって今回思ってたんですけど、こうキャスト結構変わったりとか、その時にやってたチームが集まらなくて、じゃあもっとこう大人数にして少し意味合いをさらに深く持たせようかとか、もうちょっと多様化しようかっ
っていうことになって、新たにこう集めたメンバーとその時にやっていたメンバーと合体させて今回ちょっと生じたというのをしました。あの時はほら部屋の中をただ歩くだけだったので本当に道中だけで済んだんですけど、ただ歩いてましたね、はい、今回相当凝ってましたよね。いやそう、でももう本当にこう今日の午前中にバータリー1時間半ぐらいここでちょっとリハーサルしただけだったので、もう本当にそれだけしかやってないので、あとはみんなのパフォーマンスの力ですね、うん、あとその演じてる方もね、単なる普通の演者じゃなくて非常にこう特徴のある方が出てましたよ、はいはい、あの辺も普段からお付き合いがあってこう選んでいる方が、そうそうですそうです、なんかあの一番最初に小人の萌えちゃんっていう萌えちゃん萌えの萌えちゃんですけどが出てきてもらって、前回は豆山田さんっていうやっぱり小人の役者とかもやられてて、マジシャンだったりとかいろんなことをパフォーマンスされるおじいちゃんもいるんですけど、今回海外にお仕事で行かれてて、 でもやっぱりあそこの最初はこう小人の人で始めたかったですね。ダイバーシティってこういうことだよねって思っていたりとか、私は小さい時から市の舞台にその豆山田さんがずっと出てたので割と身近だったんですよね、そういう 演者である小人の人、低身長の方って家ってよく言われるけどそれも変だからじゃあ小人の方って言うんですけど、で、一緒に割と小さい時からこう交流があって、でやっぱりそのなんか持ってるこう異常なパワーというか、それが絶対ビジュアル的にも欲しいと思って、先頭は小人の子で、オイランの役というかこう中心にいるのは義足のモデルをやってるギミコちゃんっていう方が、オイラン道場の真ん中になっていて、その前のカタカシって言って、手をかけてる男性は、目が見えない方なんですけどだったりとか、あと誰のとかな、あと異色肌ギャル今回は紫だったりピンクの肌をしてる彼女たちはそういうご自分たちでもそういうことをやられてて、あの格好でいろんなパフォーマンスをされてるんですけど、ちょっとすごく気になってたんで今回仲間入りませんかってお願いして、やっぱりあれですよね、今その日本って2020年のオリンピックパラリンピックになってます。で、パラリンピックっていうとやっぱりその新勝者の方々のオリンピックですよね、はい、そこで非常に最近そのまあ新勝者の方の芸術表現もすごく増えてきてるんですよね、展覧会も増えてきましたしパフォーマンスも増えてる、ね、そういう意味で言うと相当前からそういう方向に向かってたってことですね。そうですね、ユミコちゃんっていうとこの間のハンドオーバーってリオオリンピックでシナリンゴさんたちがやってたやつあるじゃないですか、あれのパラリンピックの方にセンターに出てた子なんですけど、彼女自身を私撮影してたのもっと全然前で5、6年前かな、もっと前かな、多分10年ぐらい前に撮らせてもらってたので、割と私は何て言うんだろう、お友達に義足の方が多かったりとか両手が欠損してるアーティストとなんか知り合いだったりとか、何て言うんでしょう、フラットにいっぱい友人もいるので、そういうことそのダイバーシティみたいなことも含めてですけども、はい、その今回の大きなテーマで掲げてるのが未来の祭りなんですね、はい、これとこのインスタレーションどういうふうにこうつなげて考えてってこういう感じになったんですか。なんかあとはやっぱりこう裏のテーマとしてアジア的なことがすごくあったじゃないですか、やっぱりこう根本としたエネルギッシュなところっていうのがアジアの魅力だよなって、こう自分でも散々最近仕事でいろんなとこ行くんですけど、やっぱりそれはすごく重要なキーワードなんじゃないかなと思っていて、アジアどこに行かれてるんですか。アジアはね、中華圏が多いんですけど、台湾で去年展覧会やって、この後11月に上海で大きな展覧会をやるんですけど、例えば北京行ったり香港行ったり、あの台湾が大成功って聞いてますけども、はい、どんな感じでした反応とか。すごかったですよね、なんか毎日3時間ぐらいの長蛇の列、ま、その美術館に入るために3時間ぐらい待ってくださる列ができてて、13万人入ったのかな、
でもすごい数、ね、そうです台北市なんですごいちっちゃいからすごい社会現象みたいに盛り上がって入ってやっぱりこう台湾でこう注目されると中国のいろんなところから割と注目されてそう上海もまず成功は間違いなしでねえ頑張りますけど、まあ、大変ですね今もう毎日こうメール見ながらヒーっていう事件が起きてます香港もやるんですよね、香港はまだないけどでもいずれやるんじゃないかなと思いますそうですそうするとねその今の祭り未来の祭り未来っていうのはどんな風に考えて取り込んだんですかアジアの台頭みたいな、未来は、違うということが面白いっていう世界になってたらいいなって思っていてなんかこういろんなことが平等だとか、みんな同じだよねっていうスタートから立つ考え方もあると思うんだけどでも実際は違うじゃないですか例えば男性と女性でも違うしもういろんなことが健常者と健常者じゃない方も違うわけでやっぱりだけど違うからこそ面白い違うからこう世界はこんなに美しいっていうふうに思えたらいいんじゃないかなって私は思ってるんですそうするとねそのオイランド中とかあるいはそのまあ極めて女性的な部分が強いと思うんですけど表現は、今欧米とか行くとそのオイランとか言うと多分ねそれは女性を卑下している職業だしそんなものはもう存在してなかったものにするべきだみたいなねそう歴史をもう変えるぐらいの勢いで女性と男性平等でなきゃいけないっていうその勢力が強いんですけど、そういうことに対して今その逆にそういうものを強く出していくっていうのはそのどんな考えなんかね、それもまた難しいんですけどないことにしても仕方がないのとあとやっぱりこう花魁っていうことが割とちゃんと理解されてなかったりするじゃないですか、ものすごい教養が高くなきゃできない職業だったりとか、その当時はお客さん断る権利は花魁側にあったんですよねで何度も何度も、アプローチして3回はきっちり会わなきゃいけなかったりとかいろんなハードルを超えてきてそれでも断ることができたのがこう吉原の花魁の職業だったんですよでそれ自体を肯定するわけじゃないんですけれどもこうあまりにこう情報が曲がって伝わっていることがあったりとかあとは私さくらんって映画は吉原の映画を撮ってるんですけどなぜそれをやろうかと思ったかっていうとこう今まで男性監督によって描かれてる女性像がこんなにかわいそうでこんなにかわいそうでこんなに我慢してこんなに我慢しましたっていう吉原の話がとても多くてもちろんそういったことあったと思うんですけど楽しかった瞬間だってあるしもうちょっとたくましい生き物なんじゃないかなっていうのがすごく最初にあったのでサプランを一番最初いやあれなんかどう思ったんですか荒木がね女性をこう縛ってこうしたりして写真撮ってるんですよ、あれもヨーロッパで問題になりそうになったんですでも見るとみんな笑ってるって、やっぱりこれは集大成じゃなくて結構2人で両方とも面白ってやってるんじゃないかって話になったみたいなんですけど、その辺のああいう表現とかでもなんかやっぱりそれこう文字だけ文字面だけで分けきれないと思うんですよねこう実際に見て分かるものあったんですけど荒木さんの話だって本当にその通りだと思うんですけど見たらそういうもんじゃないかなっていうことが分かったりとかするでしょでもちろん私自分がフェミニストだと思ってるんだけどだけどそれはなんかほら角度がいろんな角度があるじゃないですか絶対一緒じゃなきゃいけないわけはないし重い荷物私は持ってほしいし男の子のことも好きだしだそこら辺の柔軟さみたいなこともこれからすごい重要になってくるんじゃないかなと思うんですけど大前提としては私は全然フェミニストですよこれってこう見るとインスタレーションがねちょっとこう都市みたいな内側並んでるみたいな感じあるじゃないですかはい将来ね街ってどういう風になるといいと思ってますなんかねあんまりでも綺麗になりすぎるのもきっとどこかで何か爆発があるんじゃないかと思っていてその精神的にですよなんか私はやっぱ横丁みたいなこう雑然とした場所がもうなんか一緒にある共に共存しているのが面白いよなと思っていてあまりにもこう綺麗にできすぎてる街っていうのは個人的にはあまり興味がなくて
両方があったらいいのになって思ってます。そうするとね、アジアをこう最近たくさん見てらっしゃると、はい、でアジアってまあどっちかというとゴミゴミしてるとは思うんですが、うん、東京っていうのはどういうふうに見てるんですか、そのクールだなというのか。そのでもやっぱり洗練されてますよね。あの表現もすごく細かいし、いろんなアジアの、いろんなアジアのというか、まあ、中華圏の人たちと仕事をするとすごい自由で、割と何でもこうやらせてくれることが結構多いんですけど、でもやっぱりこう表現がちょっとざっくりしてたりとか粗いところもあるんですね。やっぱり日本の表現すっごく繊細だし、洗練されてると思うけど、でもやっぱりエネルギー的なことだとすごく弱いかな。なんか、ね、もっとあとなんかエネルギーだからさ、あれ言っちゃいけないとかこれ言っちゃいけないとかって話は多いよね。まあ、ちょっとそれは本当に一番大きな問題かなと思いますけど、こうちょっとでも何か出てくとみんなでこう総だらけにするじゃない。でもそんなことしてたら何も面白い表現なんか生まれないし、あれだけ疲れたら嫌なことあるじゃないですか。そんなにね、清らかに生きてる人たちばっかりじゃないと思うから、隙間がある方が世の中は面白いと思いますね。でもどんどんそうじゃない方向にね行ってるところがやっぱりあるでしょ。でもそれがすごく怖いなって思うし、でもそれにこう負けて表現が丸くなりすぎないようにしたいなっていうのはすごくいつも戦うところ。確かね、ある外国人の人に、ね、東京来てね、はい、公園行ったらね、ボールを投げちゃいけない、芝生に入っちゃいけない、なんとかしちゃいけない、タバコ吸っちゃいけません、ね、ずっとね、禁止条項の建物ばっかり並んでて、それずっと撮ってね、映像にしてるの。ああ、そうですよね。ね、でも公園だって本当さ、自由にして、みんなが楽しくやればいい場所で、本当にいけないことだけ禁止して、あとは自由ですってやれば、ね、私、その10歳と2歳の子供がいるんですけど、やっぱりボール持ってどっかで遊ぼうとすると、なかなか意外とないんですよね、できる公園が。代々木公園はできるかな。でも結構あそこはダメだ、そこはダメだとかって近所の公園でも、あそこはボールダメだからなとかなと、ボール遊びすらできないんですよね。やっぱりもうちょっとこう緩やかになってたらいいのになと思うけど、どん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 いろんなことがもうみんながチェックして、みんながチクってこうあそこに悪い人がいますってしすぎてるような気はするし、やっぱ一番怖いのはそこに対して怒られたら嫌だなとか、何か言われたら嫌だなって言って、クリエイター自己規制する、クリエイターが自己規制しすぎるのはちょっと本当に、そうなんです、ね、危ないなと思いますよね。だからこのアートライトはもっとめちゃくちゃなことやってみましょう、うん、そうですよ。大体もっとこう警察が来ちゃうみたいなそんなんここでやったらかっこいいですけどね。あだってアートだもん。2020年だってオリンピックに向かって日本はそのいろいろ文化プログラムをやることになってるじゃん、はい、その辺については何かビジョンっていうかお考えなんですか。なんかオリンピック関係者ですよね。うん、でも直接的には文化プログラムがどうこうっていうところには関わってないけど、真面目になりすぎないといいですね。なんかやっぱりどうしてもほらみんな真面目、皆さん真面目だし意外と実直にやられるじゃない。だからそうなった時に怒られたくないからこの人選んでこうみたいな演目ばっかりになっちゃったらつまんないですよね。なんかどんなことが起こっていくとねいいのかなっていうのを考えてたりですよ。うーん、だからそのオリンピックに向かって文化プログラムいろいろやっていきましょうって話があるんじゃないですか。こんな風なことがいろいろ起こる街だったらいいよねっていうのがあります。でもそういう意味ではこのアートナイトってすごくいいプログラムだと思うんですよね。ありがとうございます。こんなやっぱりやっぱりはこんな風街中に人がいっぱい集まってさ、しかもアートが好きでこんな集まることないじゃないですか。スポーツはさみんな観戦とか来てさみんなでワーワーできるけど、アートってやっぱり個人的にこっそり見るじゃない。そうね、それなんかいろんな人にさ隣にいる人もアート好きでなんかあ皆川さんのあれ見ましたとか話とかできたりとかさ、なかなかそういうふうに文化系の人が集まれる場所ってないじゃないですか。だからなんかこうやってこう軽やかに集まれてお祭り気分で、やっぱり美術館でこう立ってねホワイトキューブで見るのと全然違うから、すっごいこのイベントいいなと思っていて、うん、まあ、私実行委員長ですけどまだ足りないと思ってるんですよこれじゃあ、うん、まあ六本木を埋め尽くすほどのまだパワーにはなってないし、本当はきっと東京都は東京全員でやりたいんでしょうね。
でもさ、私いつも思うんですけど、やっぱりエコひいきする場所があった方がいいと思ってて、というか全部に平たくなんかできないですよ。で特にこういうクリエーションなんて全部に平等になんて言ってたら永遠につまらない表現しか出てこないから、なんか例えばアートは六本木、伝統は銀座とか、なんか私いいなと思ってるのはディズニーランドみたいにトゥモローランド、ファンタジーランドみたいに東京を分けて、それぞれ得意な場所がエリアごとにあったら面白いなと思ってるんです。そうですよね、うん、そういう風に分けられたらじゃあ六本木アートで行こうと、そう、ね、割り切って、うん、六本木アートいいじゃないですか、もっとね大きくしていきたいんですよね。これやっぱりなんかもっともっといっぱいお金があったらいろんなできるよね。ぜひオリンピック委員会の中でそういう話を広めてくださいねえ。いや私そんなあれないけど、でも言える時があったら頑張って言う。なんか例えばみんなにさ、このとさ肩車とか配れたらさ、みんながフープしながら待ち歩いたらそれだけかもしれないもんね。そういうのしたかったんだけど、それはしたかった聞いてなかったな。したかったけど、ぜひやりたいんですよ、そういうのね。面白いですね。でさっき僕国立新美術館の方で歩いてたら、観客の人がね、うん、本当に楽しいわよねって言って、こういうのってめったにないって言ってね、それでもう本当にアート見るのも楽しいんだけど、友達と一緒にこうワイワイやって、それで食べに行って飲んでまたアート見に行ってっていう、そういう一連のこう流れっていうのは、はい、全く新しいこうなんていうかな、エンターテインメントの形を作ったのかなって思うんですよ。本当にそうだと思う、うん、でそれがほらアートでやれるっていうことが日本だと本当にあんまりなかったじゃないですか、ね、でそれがアートってそのお勉強みたいなのが多いからね。だからこれがきっかけで興味なかった方も興味持てたりとか、もっと気楽に楽しんでいいものじゃないですか、アートって。だそこがそういうきっかけになったらいいなってすごく思ってたから、今回できてすごい良かったです。そうだからこういうと品種買うんですけど、アートをねずっとその文科省とか下に置いとかないとね、っていうとあそこ置いておくとどうもお勉強になっちゃうし、美術館も教育委員会の下にあったりするんですけど、むしろその観光省とかね、経産省とかね、もっとこう面白がって人が集まってよかったねっていうところに置いた方がいいんじゃないか。そうですよね、あるんですよね。やっぱりこうどうしても真面目に見なきゃいけないっていう頭がね、上の方の方たちにもあるだろうから、で全然面白くてかっこいいんだよっていう感じの、そうですね、ルールっていう話を固くなっていけないんですけど、まあやっぱりかっこいいっていう方向で、はい、だから生活の判断をしていく方がいいんですね、はい。なんかね、すごく言うとね、軽い言葉になるんですけど、おしゃれでかっこいいって実はすごい重要なキーワードだと思っていて、そういったことがあるとそもそも好きな人だけじゃない人たちにもリンクするじゃないですか。なんかおしゃれでかっこいいねって思ったら、すごく多くの人が入ってくれる入り口になると思うんですけど、すごいここみんなやっぱ真面目だからさ、かっこよくておしゃれっていうことを軽く見すぎるから、それがこう持ってる門の広さだったりとかパワーっていうのを意外とこう信じてくれてないと思うんですよね。だからそれ結構なんかね、正しい、まあ、こっちですって言ったらみんな正しいことやらないよね、うん、ね。でもこっちがクールですって言うとこっちみんなこう傾く傾向があると思うんですよ。だからそういうふうに判断基準変えたらどうかと思ったね。それでもなまあまあそこら辺は頑張るわ、ね、まあちょっとこのこれだけのねこう表現っていうものは今回できて、将来的に例えばこれ発展させてこういうふうにしたいとか、例えば稲川美香ワールドとかね、稲川美香ランドとかね、もうランドなんか絶対作りたいこれどっかでやると面白いじゃないですかねやりたいですね。パビリオンみたいなのがあって、なんか全部これ街になってるとか、もうそんなちっちゃい時ずっとそういうの考えて遊んでたもんね。やりたいです。ぜひお台場かどっかでやるといいんじゃないかなと思いますけど、ね、あとはでもなんか意外とね舞台もできるかなって今回初めてやって思ったりとか、全くパフォーマンスをプロデュースするなんてこともちろんやったことなかったんで、舞台の演出っていうのはまだやってない。やってないの。映像と
映画だけですね。まあお洋服とかやったり、皆さん舞台の演出やったら見たいと思う人ちょっと手挙げて、本当でもちゃんと手挙げて、低いな、みんな手の上げ方な、ちょっとほらこれちゃんと採算合いますよ、合いますか。でも私お金かかるからな、セット作るのも。でもお父様がね、大体もうそっちの世界でしょ。そうなんですよ、だからこそ絶対こうそこには足を踏み入れないって決めてたんですよね。なんか正義すぎて、映像まではできるけど舞台はもうちょっと絶対もうその域には入らないって思ってたんですけど、まあでももういいかって思ったり、もうね、ライブじゃないですか、ね、そうもうなくなっちゃったし、うん、で今回もさっきも話したんですけど、ここが埋まんなくてですね、予算的に、こことここの間に少なくて、ね、少なくていいんですけど、私がほら立体の作家じゃないから全部作んなきゃいけなかったでしょ。それがで、あのあそこら辺のはね、父親の舞台で使ったのね、倉庫から、ね、お父様の舞台セットを持ってきてる、勝手にコラボ、それはいいですよね、素晴らしいじゃないですか。なんかこう遺産が継承されてる感じがあるよ、倉庫にあってもしょうがないしとか、うん、もう全部どんどん出していって使っていくっていう、まだ良くなった、まだもうちょっと。じゃあお父さんっていうのは稲葉さんだってどういうふうに見えてたんですか。あ、でもやっぱりそれは偉大というか、すごかったですよね。ものすごい勉強家でしたし、常にこう止まらずに走り続けて、走り抜いたんで最後まで、そう言いたいな、そういうのがいいなって思います。そういうお父さんに対して稲葉さんどういうふうになりたいと思ってたんですか。父に対して、それと違ってこう自分の部分になりたいな。だから演劇に足踏み入れなかったのは父がやってたからですね、やっぱり。そうじゃなかったら、なんか私演じることもやってみたいなって思った時期もあったし、演劇にすごく興味があったんですけど、ついに足の手を出せずに終わりましたけど。でも演劇の演出をしたらかなり近づきますね。やばいねそれはちょっともうちょいあの覚悟がいりますわ。もう少し考えます。映画を作るっていう予定はあるんですか。あります、来年にクランクインしそうなのはもう決まってるので、来年は発表できないから、だから再来年に公開になるかな。で、来年にうまくいけば2本ぐらい映像作品を撮る予定なので、来年はないけど再来年に見てるかな。あのやっぱり映画っていうのは、その私はそんなに詳しく知りませんけれども、ビジネスとして見るとすごくお金がかかったり、あるいは当たり外れの話だったり、なんかね、全体の8割は赤字らしいですよ、公開した映画の。今までのはどうだったんですか。1本目も当たってるんですけど、2本目がスケルタースケルターっていうのが、22億いったんですよね。それってなんかよく分かってなかったんですけど、すっごいことなんですよ。あんまり制作にお金かかってなくて、それもなぜかというと、セットも私の私物の半分くらい入ってて、その撮影の時にもう軽トラックがうちの前に来て、大量に私の私物を持ってったんですよ。じゃあ念のために聞きますけど、制作費いくらあったんですか。22億のいくら、私ね、よく分かってないんだよな。いや、あの真面目に答えなくてもいい。1000万とか1億とかそのぐらいの。5億だって。5億でも宣伝費込みでしょ。宣伝費込みで5億。でも5億かかるんだ。かかるの。でもそれで22億だから計算して。すごいですよね、安泰じゃないですか。はい、でもこれでも5億を投資しなきゃいけないんです。私には全然入んないんですよ。ああ入んないことはないけど、全然入、基本もうどこ行っちゃうんですか。映画館。まあそれはビジネスなんていいんですけど、でもね、5億を投資しなきゃいけないんですよね、最初に。なんかそうすると最近だとクラウドファンディングとかそういうのもあるんですか。ねえ、でも私あんまり誰がいくらお金出してくれたとか考えると腰が引けちゃうから、全然考えないで使い切るようにしてる。まあぜひですね、来年のその映画には頑張っていただきたいと思います。だいたいね、あの時間が来ちゃったようにね、もっと聞きたいこともあるんですけども、これを持って俺を申し上げて、今回のメインアーティスト、ね、稲葉さん、どうもありがとうございます。